地域を守れるかパラグライダーと70歳の挑戦物語どうも本を読んだら最高の景色福沢です突然ですが皆さんパラグライダーをご存知でしょうかパラグライダーとはスカイスポーツつまり空を飛ぶ方法の一種です機体は大きく分けると布製の翼キャノピーパイロットが座っている椅子ハーネス これらを結ぶラインの3つで構成されています。モーターパラグライダーはこれにエンジンユニットなどの動力部分が加わったものです。パラグライダーは四粛高原や鳥取砂丘などさまざまな観光地で体験できます。一見難易度が高そうですが、年齢制限はなく子供からお年寄りまでできて、講習も含めて最短で3時間で体験できるコースもあるようです。そして何より大空や海、大自然の景色が思う存分眺められます。想像しただけで気分が盛り上がりますね。 今回はそんなパラグライダーを愛する70歳が空を飛び地域のために奮闘する小説をご紹介します高村正宏著人間ドローンマージーさん空を飛ぶです著者の高村先生は北海道小樽市出身の作家ですこの本の他にもストップザ悪木の起源ストップザ台風全国道の駅ぶらり旅などを出版されていますこの動画を見るとパラグライダーにどんな可能性があるのか物語とともに追っていけますぜひ最後までお付き合いください 本の前書きにはこう書かれています。人は誰も一度は鳥のように空を自由に飛んでみたいと思ったのではでも飛行機の登場でその夢も叶った。だが待てよ、どうも鳥のようにはいかないようである。そのうち多くの人はそんな夢に付き合ってもいられなくなり、いつしか忘れ去っていく。この夢を忘れず、鳥のように空に飛び立ったやつがいる。しかも70歳という高齢で、その名を愛称マージーさんという。これはマージーさんの冒険と活躍の物語である。60歳で会社をリタイアしたマージーさんは、サラリーマン時代からの夢。 自動車で全国旅行を叶えるべく全国道の駅ツアーを開始しましたそして茨城県周遊の計画を立てている時観光パンフレットにパラグライダーの体験コースを見つけますこの瞬間飛行機などに夢中になった幼少期からの空への憧れがポコッと姿を現したのですマージーさんは茨城や石川での体験を経て本格的に講習を受けようと決意します道の駅ツアーを終えちょうど70歳を迎える前にいよいよ本格的なパラグライダーの挑戦へ進んだのです それからマージーさんは自由に飛行高度や飛行場所を選べるモーターパラグライダー通称モーパラの講習を受けます講習は大変だったようで本にはこのように書かれていました何せ小学生1人分約20キロを背負って砂浜の斜面を機敏に動かなければならない日頃の運動不足と夜としなみには勝てなかったその結果事故の判断と責任で上昇気流内飛行5キロ以内を自由飛行できるようになるパイロット賞を年内に獲得したのです そして、70歳を迎えたマージーさんは仕事を子供に譲って神奈川県の足柄上郡山北町中川に奥さんと移住することに決めましたそこで奥さんは家庭菜園マージーさんはモーパルの手入れに勤しみますそして車で人気のない河川敷に向かい週1ペースで空の散歩を楽しむのですその様子はこう書かれています山北の最大の魅力はどこからでも富士山が見えることである日本人にとってなんと贅沢なことかしかしそんなある日山北警察から一本の電話がやりとりは次のようなものでした あななたたたはははパラグラグイダーーでででででで中川川の上を飛んでいましたか、はい、飛んんいい、いいいまましかかす。す。何かクレームでもいえそうううことではなく不審がられたようですマージーさんはパイロットショーとフライヤー登録を持っていること飛行ルールに従い安全に飛んでいることなどを話します。電話を切ってからもどうして自分の身元がわかったんだろうと思い代わりに飛べた車の番号をメモする住民の姿を想像しました。このままではまずいと感じたマージーさんは町内会に入ることにします。 中川自治会では数人の役員さんにパラグライダーの安全性や飛行ルールに則って迷惑がかからないように飛んでいることを主張しかし雰囲気としてはとても理解してもらえたとは思えなかったようですしかし天気が訪れますライブが嘘のように晴れたある日マージーさんは肌の峠付近を飛行していましたすると並行して走る送電線の一本から煙が出ているのを発見すぐに無線で奥さんに連絡し東京電力に連絡するように伝えました 後日、東電神奈川支社から感謝の言葉とお礼の品が送られます。なんと、発見が遅れたら停電のトラブルは避けられなかったそうです。この活躍ぶりは情報誌タウンニュース山北版にも載りました。これを機に人々の目はガラッと変わります。河原でフライトの準備をしていると、通りがかりの町人からおはようさんの挨拶。 飛んでいると下で子供たちが手を振る空飛ぶマージーさんがみんなに理解してもらえたエピソードですねやがてマージーさんはこう考えるようになりますこの地に骨をうずめるならこの人たちと同居しようそれが本当の町民になるということだろうそこで高齢者担当の役員を申しで山北の高齢化問題に向き合うことになりました山道が過酷なこのあたりでは足のびが深刻な問題の一つでしたそこでマージーさんは日用品や食料品を週一空の散歩がてらボランティアで届けることになります後マージーの宅急便と呼ばれます さらにそのうち商店の店主もモーパラ講習に参加しパイロット賞を獲得モーパラの宅急便はどんどん広がっていたのですしかしマージーさんの活躍が全国に知られるようになった頃作中ではマグニチュード8.5震度6強の東海地震が発生しますマージーさんは東日本大震災を思い出し海へ向かいましたすぐに津波らしい波は確認できませんが20分ほど飛んだ頃地震の影響で海底が変動したくさんの魚が海面付近に浮上していたのを見つけます しばらく付近を旋回すると、そのうち海面が急に盛り上がりました。津波が生まれる瞬間です。マージーさんは急いで無線でこの場所の井度、経度を知らせます。通報を受けた防災当局は、直ちに小田原の4つの漁協、および太平洋沿岸の防災拠点に津波襲来法を出しました。 そしてマージーさんが心配したのは奥さんのこと。奥さんは東日本大震災の際、地震に怯え、停電や水道のストップにストレスを感じ、ニュースの映像を見て体調を崩してしまったのです。奥さんとマージーさん、そして山北町はどうなるのか、結末はぜひ本で確かめてください。パラグライダーに関する詳しい説明も必見です。さて、これで今回の動画は終了です。 もっと知りたいと思った方は、概要欄より Amazon に飛んで電子書籍かオンデマンドで読んでみてください。Kindle 会員なら読み放題なのでお得です。そしてコメント欄から感想をもらえると嬉しいです。お待ちしてます。最新の動画を見逃さないために、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。本を読んだら最高の景色、福沢でした。